今回は平成25年度第1種電気工事士筆記試験の、シーケンス回路についての問題について解説したいと思います。25年度は、スターデルタ始動の、制御回路図が出題されております。このスターデルタ始動の、制御回路図というのも今まで、何度となく、出題されている問題であります。では、回路を見てみましょう。スターデルタ始動の要は、まずこの部分の決線方法であります。スターデルタ始動は、始動時にまず、スター決線に、します。スターはこれですね。そして、ある程度、始動電流、時間が経ってから、デルタ決線に切り替えるといったものであります。スター決線の接続は、このように一箇所にまとめるというふうに覚えると分かりやすいと思います。そしてデルタ決線は、1個ずつ隣に移動すると覚えていくと分かりやすいと思います。つまり、U 層からは Y、V 層からは、Z、W からは、X というふうに1個ずつ隣にずれていくというのがデルタ決線であります。そして、非常に大事なことは、この MC2 と MC1 は絶対に同時に入ってはいけないというところも一つ覚えておいてください。もしこれが同時に入ってしまうと、短絡になって、事故となります。では、実際の回路の方を見ていきますと、まず、電源の MCCB があって、で、サーマルリレーの、がついております。